毒魔法弁パート1どのような時に薬を飲みますか痛む時苦しい時辛い時などの症状がある時ですよね体の訴えを和らげるのが薬であるというと聞こえはいいのですが実際は症状の二次的拡大を防ぐ意味とか症状が激しくならないようにする意味合いが強いのです一部の薬を除けば治そうとする本体は どうやっても体なのですその点伝統的な処方例えば和漢薬処方は症状を速やかに通過させるという観点があり決して症状に逆らっていない植物由来の着薬の原料は草根木皮と言われます単純に言うと草の根焼きの皮です草の根焼きの皮はどんな味ですか 妙薬は口に苦しと言いますね子供用のシロップやトローチならいざ知らず薬は苦々しいものです病気でない時に漢方薬を飲んで美味しいと感じる人は少ないと思いますところが病気の時は意外と飲みやすく感じることが多いのですほとんどの方は苦いとか変な味と答えることでしょう味の理由は 草の根焼き植物のパートナーはそよぐ風と特定の動物たちです例えば鳥や蝶ですね植物は自分が動けない分パートナーである鳥や蝶に餌である好みや花の蜜を与える見返りとして種子や花粉を違う場所まで運んでもらいます植物にとって望まぬ相手がいます それは捕食目当ての昆虫や動物たちです個体そのものを食べ尽くそうとする昆虫たちには近寄ってほしくないだから草の根葉木の皮には毒を排して彼らに食べられないようにしているのです根葉木の皮を部位として捉えると植物個体が外界と接する面になります外側に毒と覚えればよいでしょう 鳥には歯がありません。熟れた果実を食べるとき、口に入った後は噛まずに丸飲みです。それで、種は、都合のよいことに傷みません。さらに、消化されない種は、クソと一緒に放り出される。つまり、肥料付きで種まきをしてくれるのです。一方で、他の捕食者、例えば、キリンやサルとしましょう。彼らには歯があります。 果実は食べててももらってもいいのですが、肝心な種まで食べられると発芽できなくなりますそこで種特に種の外側と皮は固く作られているかあるいはたくさん毒をつけるなどの工夫がなされています梅の種ピーナッツの皮をイメージしていただくとお分かりいただけると思いますそうやって植物は、 パーートナー以外をを寄せ付けないい方策を取っています。ここからが大切なところです草の根や木の皮種の毒とは何かそれは昆虫や他の捕食者が食べた時に力が抜けるようにする筋肉の痴間、あるいは神経の働きを悪くする神経阻害血液の流れを細める修練作用微生物ならば死んでしまう殺菌作用 などを起ここすす。物質のことですだから薬になるのです。私たち人間がこれらを適正に利用すると作用の消失とともに次第に体には力が入るように神経伝達がスムーズに血液の流れを強く害となる微生物を自己免疫で排除するという反作用もしくは自己治癒力を正常域にまで引き上げるのです。だから回復するのです。 回復しないいで薬飲み取っていたら、つまり治らない状態のまま薬だけ投与し続ければ個体は健康を失いその時期も過ぎればやがて死ぬしかないいずれにしても人類が今日まで自己治療に使ってきたそれらの薬理物質を予期する症状変化の体制内にとどめるさじ加減を間違わないことが重要になってくることでしょう